高波型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。汎用護衛艦の第二世代の紹介性型として、8.13、中規模に基づき、平成10年度から平成13年度にかけて5隻が建造された。ネームシップの建造単価は644億円であった。原型に当たる村サメ型及び発展型に当たる、秋月型、朝日型とともに、 護衛隊軍の基準構成艦となっている。海上自衛隊では、第1世代の汎用護衛艦として、昭和52年度計画より2900トン型を、また、昭和58年度計画からは、改良型の3500トン型を配備し、昭和61年度計画までに、計20隻を建造した。続いて、平成三年度より、第二世代 DD として四千四百トン型の、 建造が開始された。これは基本的な能力は第一世代 DD と同様であるが、当初よりパシブ対戦線能力に対応するとともに、ステルス性に配慮した設計やミサイルの垂直発射化などの新機軸を導入していた。同型はおおむね傭兵者の要求を満足した感となったものの、2機種の VLS を閉鎖していることによる非合理性の是正。 また、艦砲射撃能力向上の要請に応じて、08中規模の途中で、03DD の最小限の不備補正を講じた発展型に移行することになった。これに応じて開発されたのが本型である。船体戦図と機関部の構成はムラサメ型から変更されておらず、車両甲板型の船型と、艦尾のミニオランダ逆さまの増作も同様である。ただし、 手法の乾燥に伴い、タマコの増作も変更されたことから、タマコと創薬庫の分離が図られた。また主戦隊の主要湖核壁に変更はないが、全部 VLS の所要溶石増加などに伴って、かなりの区画変更がなされている。計画番号は F121。偽装面で最大の差異が海藻市の居住区で、03、DD では12名程度の小部屋に区分されていた。 会員進出はダメージコントロールの観点から30名程度の大部屋に変更された。一方、1000人階層の居住区はグレードアップが図られている。また、航空要員の居住区は A3DD では主戦体内に配置されていたのに対してマーク 48VLS の撤去後に移動され、登場員待機室と航空事務室も設けられた。 海上自衛隊艦艇共通設計として、主管室天井には手術棟が設置されており、非常時には救護室として使用できるようになっている。03DD では2機であった、デッキクレーンは一気に統合された。クレーン長は3メートル延長されて12メートルとなっている。搭載艇は 03DD と同じく内科艇2隻と複合型作業艇1隻であるが、 複合型作業艇の搭載位置は第一煙突直後に変更された。なお零散 DD でステルス性を損なっていると評された大型のラティスマストを2本に分散して小型化する案も検討されたが、これは実現しなかった。零散 DD と比して排水量にして100トン程度の大型化となっているが、この程度では缶の運動性能にはほとんど影響を与えないことから、 機関区画の配置も含めて、主機関には変更はない。また発電機も、同機種、同構成となっている。戦術情報処理装置については、最初の3隻では、1区 -9C が搭載されていた。これは 03DD で搭載されていた1区 -9、9バイトと、ほぼ同構成で、アン、9-43電子計算機とアン。 1区 -21 ワークステーションから構成されていた。その後、4番艦では、電子計算機とワークステーションを共にアン、9-70に更新した1区 -9D に発展した。また、戦術データリンクとしては、1区 -9C、D では従来通りのリンク11が用いられていたが、5番艦の1区 -9E では、リンク16にも対応した。 なお戦闘式書には大画面液晶ディスプレイ2面による情報表示プロジェクターが設置されているほか、心臓時より MOF システムの養生端末を備えている。C2T の画面は CIC と環境に置かれている。センサー面では 03DD の構成が踏襲されている。レーダーについては、 一番艦四番艦までは、長距離捜索用としては三次元式の OPS-24B、対水上捜索用としてはオプス、OPS-28D と、いずれも 03DD と、同機種であったが、五番艦では長距離捜索用をオプス、OPS-24B から、アクティブ素子を増加させ性能向上を図った OPS-24C に更新している。またソナーも、 監視装備式の OX-5 から1、A 公式の多くは -2 と a 3 d d に準じた構成となっている。なお監視装備ソナーについては開発中であった OXXX が実用化され次第に後日装備する案もあったが、重量用石面の負担が大きいことと、携帯管理上の観点から見送られた。外見上最も目立つ変更点が、 手法の変更で、第一世代 DD 以来踏襲されてきた62、合計76ミリ速射砲を離れて、54、合計127ミリ速射砲が搭載された。これはその名の通り、76ミリメートルコンパット砲のスケールアップモデルとして、同じくオートメラーラ社で開発されたものであり、海上自衛隊では混合型で装備化された。これは、 対空射撃の威力強化と工作戦事案などの多様な事態対処能力の向上、対地、対水上射撃の火力強化の要請に応じたものであった。同系列の方とはいえ、砲塔重量は5倍強に増加し、また 76mm 砲弾が固定弾薬砲であったのに対して、127mm 砲弾は半固定弾薬砲となったことから、主砲弾薬庫は、 タマコと創薬庫に分割されるなど関連区画は大きく変更されている。また、VLS の統合化も艦内設計に大きな変更を必要とした。a 3 d d では監視看板に埋め込む形で垂直発射型アースロック用のマーク41を、また第2煙突直前の看板上にシースパロー用のマーク48を設置していたのに対して本型では マーク41を両者兼用として32セルに増やしている。ただし艦内区画の関係上、主戦隊内に完全に収容することができずに、1艦ン分装備位置を上げることとなった。なお、ここから運用される股艦防空ミサイルとしては、従来は RIM-7MC スパローが用いられていたが、平成26.27年度予算において、 高波型護衛艦のタンサムシステムの能力向上として S ム運用能力の付与が決定され、以後順次改装された。タンサムと手法を完成する射撃式装置としては、03DD の機種に紹介性を加えた FCS-2 から31バイトが搭載された。03DD と同様に同一機種に寄搭載としており、同時に目標対象可能としている。なお、 同時多目標対処可能な新型機である FCS-3 が早ければ平成12年度前後にも正式化される見通しであったことから本型の後期立て造艦でこれを搭載する案もあったが携帯管理上の観点から見送られた。近接防空用については高性能 20mm 機関砲2機を搭載している点もムラサメ型と同様であるが 1>, 1から3番艦については、ブロック 1A を、4.5番艦については、光角センサーを追加し水上射撃に対応した、ブロック1バイトを装備した。現在は、全艦ブロック1バイトベースライン2に回収されている。また、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣などで、近距離の小型水上目標に対応することを想定して、 環境側面のチャフ艦板及び格納庫上の両弦に 12.7mm 重機関銃 M2 の銃座を合わせて4つ設置しているほか、環境全面及びチャフ艦板には防弾板が装着されている。艦体艦ミサイルは 03DD と同じく90、指揮艦体艦誘導弾を4連装発射等2機に収容して搭載しているが、装備位置は 03DD では 全部浄化前の後端であったのに対し、本型では、後部浄構えの前端に変更されている。これにより、ミサイル発射時のデッキクレーンとの干渉が解消され、ブラストガードが不要となった。対戦兵器としては、上記のベラの他に、324立方ミリメートル、連装単魚雷発射管を、艦中部量源に装備しているが、これは 03DD と同様の容量である。 一方、魚雷対策用の栄光式デコイについては、国産の栄光具4型に変更された。電子戦装備は 03DD と同様で、電子攻撃と電子戦支援を兼用できるノルックマイナス3電波探知妨害装置を搭載しているほか、デコイ発射機としては、マーク1376連装チャフ,フフレア発射機を、環境構造中断の両舷に2機ずつ設置している。 ヘリコプター格納庫海上自衛隊のすべての汎用護衛艦はヘリコプター格納庫を装備し、昇海ヘリコプターを一機運用している。58DD では応急的に2機を収容できるように格納庫を拡張したものの、当初設計では考慮されていなかった措置であったために無理があり、実際に2機搭載が行われた実例はないとされている。これを踏まえて、 続くレ3サンでは、当初から SH-60 ヘリコプター2機の収容を前提とした設計が行われることになった。ロスト初着艦支援装置の機体移送機場は1乗しかないため、運用には若干の困難が伴うものの、自衛隊インド洋派遣や、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣の際には、実際に2機搭載での運用が実施されている。本型ではさらに、 初着艦支援装置の機体移送機場を2乗とした E ロストに換装することで汎用護衛艦として初めてヘリコプター2機を十分運用させるだけの能力が付与された。ただし、移送用のシャトルは1機しか装備されていないほか、ヘリコプター運用定数はこれまでと同じように1機である。また格納庫は、 現在使用されている紹介ヘリコプター SH-60J よりもやや大型の SH-60K の運用を前提として開発されたため、メ型より奥行きが拡大されている。また SH-60K には、空対艦ミサイルの搭載能力が付与されているため、弾薬庫もこれに合わせて改め設計された。これは、ヘリコプター搭乗引退機室とともに、 ムラサメ型でシースパロー対空ミサイル用マーク 48VLS が装備されていた場所に設けられており、よりヘリコプター格納庫に近い合理的な配置となった。当初は本型を11隻建造して、ムラサメ型と合わせて20隻とすることで八艦8機体制の4個、護衛隊軍の所要を充足した後に本型で搭載できなかった。 新装備を搭載した第三世代 d d を改めて建造することも検討された。しかし最終的には本型の建造は平成13年度までの5隻で打ち切られ DDHDDG の更新を挟んで平成19年度からは本型をもとにこれらの新装備を盛り込むとともに出機関などを改正した秋月型に移行することになった。高波から巻波までの艦名は あやなみ型の同番号の関と同一となっている事故、ありがとうございます。